マジかよ、ディズニーランドで心霊写真を撮っちゃいましたよ。どうも、シュンス TV です。今日はですね、今からディズニーランドに遊びに行きたいと思います。そしてね、おもちゃを何か一つ持っていきたいんですけど、何にしようかな。トイストーリーのおもちゃたちいっぱいいますからね。そうだ、この前バイクが壊れてすごく泣いてたデュークカブーン、結局そのバイクはドラえもんのタイム風呂敷で治ったんですけども、バイク壊れて泣いてかわいそうだったから、今日はデュークカブーンを連れて行きたいと思います。はっていや、デュークがなんか言ってますけども、デューク、今から一緒にディズニーランド行こうね。こう見えても私はすごくビビリなんだ。だから正直とっても怖い。そうなんだデューク。なのでどうかあの勇敢なスーパーベビーも連れてきてくれるとありがたい。わかったよデューク。じゃあ今からスーパーベビーもサニーサイド保育園から連れてきて、一緒にディズニーランドに行きましょう。ということで、今から私とデュークとスーパーベビーでディズニーランドに遊びに行きたいと思います。カブロークしてね。はい、スーパーベビーと、そしてデュークカブーンと私でですね、ディズニーランドに到着しました。今日はさ、なんでデュークカブーンがいるの？いや、実はね、スーパーベビーデュークは意外とビビリなんだって。だからそのビビリを克服するために、勇敢なスーパーベビーとディズニーランドに行きたいってデュークが言ったから来たんだよ。ビビリでも気にすることないのに。過去のトラウマもあるが、スーパーベビーとディズニーランドを楽しむことで克服したいと思う。ということでですね、デュークのビビリが解消できるようにですね、ディズニーランド楽しみたいと思います。いやー、ディズニーランド最高ですね。そして今日もとても空いております。 ここが夢のディズニーランド、私はとっても楽しみだ。 Yes, we Canada。 そうだよね、デューク。デュークも楽しみだし、スーパーベビーもとっても楽しみだよね。いや、デュークさ、僕が一緒にディズニー回ってあげるよ。いやー、すごく空いておりますね。モンスターズインクが5分待ち、まあ5分も待たないと思いますけども、乗りたいと思います。乗るぞ。モンスターがいるのか。ちょっぴり怖いけど、これもトラウマの克服だ。いやー、かわいい。ロッキーっていうキャラクターがいますね。オレンジ色のかわいいキャラクターですよね。モンスターズインクのこのね、世界観ってほんと楽しいですよね。このモンスターたちの会社なんですね。いやー、すごい。もうすぐに乗り場ですよ。楽しみです。あー、モンスターズインク楽しかった。いやー、デューク、モンスターズインクどうだった？私も少しは強くなった。モンスターを見ても怖くなくなったぞ。カブーン。おー、それは良かった、デューク。トラウマ克服できてきてるね。あ、そうそう、 iPhone ね、2台持ちでもう1個あるから、ちょっとこの iPhone 使って俺とスーパーベビーの写真を撮ってよ。もちろんだ。 Yes, we Camera。いやー、デューク、ありがとう。写真撮ってくれてね。いやー、ちょっと、でもなんで急に泣き出したの？デューク、なんで泣いてんの？私が写真を撮って確認したら、ちょっと様子がおかしかった。これは心霊写真なのか？ちょっと、デューク、何、様子がおかしかったって。わかった、ちょっと一回確認してみた方が良さそうですね。皆さん、ちょっとデュークがすごく様子がおかしいです。なんか心霊写真だとか言ってるんですけども、とりあえずちょっとさっきデュークが撮ってくれた写真を確認したいと思います。マジかよ、本当にこういう写真を撮ったのはちょっと初めてでびっくりしたんですけども、でもきっとなんか光の反射とか、こう何かの間違いの可能性もありますので、まあ、デュークはとってもビビっていますけども、私はこういうことではビビりません。スーパーベビーもビビらないと思いますので、ちょっと引き続きディズニーランドを楽しみたいと思います。お、次はベイマックス乗ろうよ。このアトラクションは人を幸せにしてくれるハッピーライドだから、さっきの心霊写真みたいなやつは忘れられるよ、デュークカブーン。ああ、そうしよう。 Yes, we Canada。 いや、この乗り物さ、とても楽しいからさ、デュークもトラウマなくなっちゃないのかな。そうだね、デュークのビビリを今日は解消してあげないといけないからね。それにさっきの心霊写真みたいなやつは忘れましょう。さすがはベイマックスのアトラクション、ノリノリで楽しかったぜ。そうだよね、デューク、次はさ、癒されに行こうよ。ウンさんのハニーハントで蜂蜜探しだ。
プーさんのハニーハントもですね、乗り場まで直行でございます。すごく空いてて快適に乗れて最高ですね。そしてデュークカブーンもどん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 ビビリがなくなってきました。いや誕生日おめでとう、拍手拍手。ちょっとさ、僕のダンスをプレゼントしようかな。ダンスを、いやかっこいいダンスだね。かっこいいけどスーパーベビー誰にプレゼントしてんの。いやだってさ、さっき誕生日おめでとうって放送で言ってたよ。ああ、アリスのティーパーティーか。そうだね、ここで放送で言ってくれるんだよね、お誕生日おめでとうって。そうか、その人に向かってダンスをプレゼントしてたんだね。そうだよ、僕のこのノリノリのダンスをプレゼントしたんだ。ああ、私もスーパーベビーのように勇敢になってダンスをプレゼントしたい。はい、アリスのティーパーティーに乗ってます。デューク大丈夫？何のこれしき、俺はカナダのスタントマンだ。コーディーカップぐらい余裕だ。イエス、いいキャラだ。スーパーベビーもとっても余裕そうで余裕だよ。よし、スーパーベビー美女と野獣のアトラクション乗ろうね。野獣ってさ結構怖いよね。デュークが見て怖がんなければいいけど。確かにそうだね、野獣を見たらもしかしたらデュークのビビリも治るかもしれませんからね。うわ見て見てデューク、前シュンズ TV の部屋に来てくれたルミエルとコクスワースだよ。こんなところで会えるとは。まさか魔法のお城に帰るってここだったんだね。またシュンズ TV の部屋に遊びに来てね。はい、お昼ご飯というかちょっとティポトルタのピザ味を食べます。スーパーベビーもなんかもぐ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 美味しく食べております。いただきます。うん、中にねピザが本当に入ってる感じで、ピザ味でね本当美味しいです。いやシュサさん、シュサさん、これ僕のマイカーだよ。マイカーってすごいね、スーパーベビー。こんな大きい車持ってたんだ。はっ、俺のバイクよりもすごくかっこいい。スーパーベビー、俺も乗せてくれ。いや、ちょっとさ、ちょっとさ、あの、デューク乗らないでもらっていいかな。これ僕のマイカーなんだよ。デュークさ、自分のかっこいいバイクあるんだから、ちょっと降りて。スーパーベビー、わかった、降りる、降りるから。おー、スーパーベビーが運転してたら、7人の小人とね、演奏者の方がいっぱい来ましたよ、スーパーベビー。いや、いいね、みんなに僕、手振っちゃうかな。そしてこうやって踊っちゃうかな。いや、踊りがすごいね、スーパーベビー。音楽に合わせて踊ってるんだね。そうだよ、ほら、だってみんなパレードみたいでさ、いやー、ディズニーランド楽しいからデュークのビビリもすっかりなくなったでしょう。はあ、その通りだ。私はもう何も怖くない。ということでデューク、また俺とスーパーベビーの写真を撮ってよ。スーパーベビー、スーパーベビーはどこだ。あー、いた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 。シンデレラ城の前で写真を撮るのがちょうどいいですね。デューク、よろしくね。 Yes, we キャメラ。いやー、デューク、写真撮ってくれてありがとう。って、また泣いてるんですけども。デューク、なんで泣いてんの？まただ。また変な風に撮ってしまった。私は心霊写真を撮ってしまうおもちゃなのか。ちょっと待ってよ。またって。わかりました。ちょっと iPhone の映像確認してみましょう。皆さん。デューク曰くまた心霊写真が写っていたとのことなんですけども、ちょっとデュークがかなり怖がっていますので確認してみたいと思います。ちょっと心霊写真は怖いのでスーパーベビーには見せないように、まずは私だけが見たいと思います。マジかよ、完全に心霊写真じゃないですか。私の首から上がなかったんですけども、これってマジでヤバくないですか。ちょっと一体どういうことなんですか。ママ、いやー、こんにちは。何をしているのかね。私の新しい仲間にビビっているようだな。そう、お前たちが心霊写真だと思っているのは私の新しい仲間の仕業だ。シュンズ TV を確実に潰すことができる今までで一番最強の仲間だ。ロッツォ、マジか。じゃあこれはデュークが悪いわけじゃなくてロッツォの仕業だったんですね。それにロッツォが新しい仲間を加えたって言ってますけども。ロッツォは新しい仲間を加えるのが早い。そしてあの写真に俺はびっくりした。いや、デュークが悪いわけじゃないから、デュークは全然落ち込まないでね。この心霊写真みたいなやつはそのロッツォの新しい仲間の仕業みたいです。スーパーベビーにはこのことは知らせずに引き続きディズニーランドをちゃんと楽しみたいと思います。デューク楽しもうね。ロッツォの新しい仲間にもビビらないぞ。シュサさん、早くアトラクション乗ろうよ。
スーパーベビー今行くからね。それでは皆さん引き続きディズニーランド楽しみます。またお会いしましょう。さようなら。おいおいマジかよ。スクリーンロケーションでジェニーちゃんと見てたけどさ、ロッツが新しい仲間を加えたらしいな。それに今までで一番最強だってさ。一体誰を加えたんだろうな。ダッキーバニーに質問。巨大化できるの？ああ俺たちは巨大化できるぜ。ただし想像の中でな。想像は自由だ。どんなことでもできる。目からビームだって出せるぞ。そんなことをさ、この前喋ってたらさ、デューク・カブーンが言ってきたよな。ああそうだったな。本当に目からビームが出せるのか。だってさ、デュークってさ、ちょっぴり抜けてるとこあって面白いよな。間違いないな。おい、これを見てるやつらチャンネル登録をするんだ。あと高評価もだ。してないやつは俺たちにとって敵だ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 。チャンネル登録しろー。